はい、えー、それでは11月11日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます勉強の仕方を変えれば結果は変わる勉強の仕方を変えなければ結果は変わらない理解学習ができていないことに今気づいたのであれば今すぐ理解学習に変えましょう 人は習慣でで生きる動物なんですね今変えなかったら来月にも変わっていないし試験3ヶ月前にも変わっていないでしょうそして手遅れになりますなので今すぐ理解学習に変えていきましょうで今回エベット動画でですね理解学習の仕方について特別にお伝えいたしますので最後までご覧くださいそれでは問い一代理の問題です A が B 所有の高土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合 A が C の代理人となって BC 間の売買契約を締結したときは C は公土地の所有権を当然に取得する丸かツかという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えはツですえ今回双方代理という内容なんですけども双方代理は原則禁止になってるんですね でもし、双方代理、行った場合は、無権代理として処理して、本人に契約の効果は及ばないです。本人に契約の効果は帰属しないという言い方もします。まあ、これ原則なんですね。ただ、例外があって、本人があらかじめ許諾した場合、もしくは本人が後で認めた場合、え追認した場合ってことですね。その場合は、有効になります。つまり、この問題文では当然に C は、 公土地の所有権を取得すると書いてありますよねで。これは誤りですね。これは誤りです。当然に取得するわけではありません。まあ、これ実は理解をすれば当たり前の話なんですね。で、今回はこれをどうやって理解するのか、これを別途動画でお伝えいたします。で、この双方代理の理解の仕方については、 下記概要欄に理解の仕方の動画の URL を貼っておきます。なのでそちらぜひご覧ください。いつも言ってるんですけども、もう丸暗記学習だとですね、正直合格点マイナス1点とか2点ぐらいまでしか持っていけないんですね。理解学習をすることで楽にその合格点を超えることができるんですよ。 合格点プラス3.4点,4点この辺りは普通に持っていくことできるんですねで多くの方がその合格点マイナス1点2点で落ちているっていうのはやはり理解学習できずにもう丸暗記学習をひたすら頑張ってるからなんですよ 丸暗記でもう毎日2時間、1年以上勉強したとしても、やはりですね、その合格点に到達する人って、ほんのごく一部なんですよね。頑張ったにもかかわらず合格できないっていうことになっちゃいますので、だからこそ、え理解をしていただきたいんですよ。そうすれば、一発でも全然合格できます。法律知識ゼロの方でも、実際弊社の個別指導を受講していただいて、理解学習を実践していただき、 で一発で合格していってる方はたくさんいらっしゃいますのでもう苦しい勉強を続けるんじゃなくてぜひですね理解学習に変えて楽しく勉強していただければと思いますそれが合格へつながっていきますのでぜひですね理解学習実践していきましょうで問い2ですね監督処分ですえ都道府県知事は宅建業者に対して業務停止処分をしようとするときは聴聞を行なければならないが指示処分をするときは聴聞を行う必要はない丸か×かという問題ですね で、答えは×です。免許権者っていうのは、免許取り消し処分じゃなくて、指示処分、業務停止処分をするときも、弔問を行わないといけません。えつまり、監督処分する場合は、これ、聴聞必要だっていうことなんですね。なんで、今回の問題でも、指示処分をするとき、これも弔問必要なんですよ。でも、業務停止処分のときも、もちろん聴聞必要です。なので、誤りだということです。で、じゃあ、聴聞って何なのかというと、これ、言い訳を聞く場ですね。言い訳を聞く機会と。 思っていただければと思いますまあ、宅建業者に処分をする前に事情をちゃんと聞くって話なんですねで事情を聞いた上でちゃんと処分下しましょうっていう話ですよそしてこの聴聞の真理これについては公開で行いますまあ、秘密で行うんじゃなくてまあ、公開して行うということなんでこれも合わせて覚えておきましょう で、心理って何かっていうと、まあ、役所の担当者が、処分を受ける者から意見を聞くってことなんですね。その聞くことを心理って言います。まあ、このように重要ポイントをちゃんと合わせてね、覚えていくことで、記憶力が大きく高まります。そのため、覚えることが多い達見でも、まあ、十分覚えることができるようになるんですね。この重要ポイントを合わせて覚えていく。これが効率的な勉強法の一つなんで、ぜひ実践していきましょう。途中なんですけれども、ぜひ、グッドボタン、よろしくお願いいたします。 グッドボタン、たくさんあると励みになりますんで、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。問いさんですねえ。国土利用計画法によれば、市街区域内の3000平米の土地を贈与により取得したものは、2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない、え丸かツかという問題ですね。で、まあ、今回この都道府県知事っていうのは、指定都市の場合は指定都市の長を指します。まあ、指定都市で例えばえ、横浜市とか大阪市とか名古屋市とか、まあ、仙台市とか、 まあ、大きな都市ですよ。大きな市。えそこの市長さんですね、まあ。これも都道府県知事と同じ権限を持っているので、まあ、そういった大都市については市長に届け出なければならないという話です。で、えー、答えはこれ、×ですね。贈与については届け出対象の取引となっていません。なので、事後届け出は不要だということです。じゃあなぜ、贈与は届け出対象の取引じゃないのか。でこれを理解すると、 初めて見る問題でも解けるようになってくるんですね。つまり理解をしているから答えを自分自身で導くことができるようになってくるんですよ。こういった理解学習が合格するための秘訣なんですね。で、この点についてはちょっと、えー、話長くなりますので、個別指導で解説させていただきます。で、個別指導についてはこの下の概要欄に URL 貼っておきますので、来年絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。個別指導でお待ちしております。レトスのオノでした。